延岡三銘光の台湾に向けた輸出が本格的に始まりました。台湾に本格的な輸出が始まった延岡産のメヒカリ。海底150メートルから400メートルに生息する深海魚で、目が青く光ることからそう呼ばれています。漁場は延岡市の沖合およそ30キロ、主に底引き網漁と呼ばれる漁法で取られています。今回どのような取り組みを行ったのか改めて教えてください。はい、宮崎市内の商社さんとですね、連携しまして、展示会であったりとか商談会であったりとか、そういったところにですね、積極的に参加をしまして、今回こういったことにつながっております。今回県漁連と連携して台湾にメヒカリを輸出するのは MRT グループの地域商社トレードメディアジャパン。この日は MRT の津熊慶三社長やトレードメディアジャパンの高田智康社長らが延岡市役所を表敬訪問しました。この台湾というですね、大変経済的にも力の強い地域の皆様方にご愛顧いただけるようなルートができまして、本当に嬉しく思っています。今回は頭と内臓としてドレスという、本当に身だけの魚にして米粉をつけて丸まま食べれるという状態でお出ししております。天ぷら油の中に袋から出してそのままバーッと入れればもう大丈夫です。現地ニーズに合わせた加工をした上で輸出されたメヒカリはおよそ8トン。今月6日から台湾の大型量販店で販売されています。宮崎の魚の輸出について今後の展望を聞かせてください。せっかく宮崎畜産も盛んなんで、そういった方々とですね、連携しながらオール宮崎でいろんなものを水産物も含めて海外に輸出できたらなと思ってます。新型コロナウイルスの影響で停滞している宮崎の経済、県産品の海外への販路拡大に期待が寄せられます。